やっぱこの部屋は落ち着くな。よくわからねえけど、畳を見ると帰ってきたって感じがするぜ。大げさね。ん？はあ。ねえ、いっちゃん。ん？この綺麗なイヤリング、誰の？え？イヤリング？私のじゃないし、イヤリングをつけていた誰かがこの布団の上にいたってことだよね。これ、誰の？なんだよ、イヤリングなんて知らねえよ。だが、思い当たる節があるかというと、ない。といえば嘘になるような気もする。どうなの？私以外の女をここに入れたの？これはその女が落としたイヤリングってこと？やべえ、どうしよう。なんて答えれば。マスターのじゃねえかな。ここはもともとマスターの部屋だったわけだし。マスターがこんな女物のイヤリングつけるわけないでしょ。いや、わからねえぞ。マスターは謎の多い男だからな。何があっても不思議じゃねえ。あ、そう。じゃあちょっとマスターに聞いてくる。もし違うって言ったら、わかってるよね。すみません。多分違うと思います。何？何の騒ぎ？何かあったんですか？一番の布団から女物のイヤリングが出てきたんだけど、あなたたち何か知ってる？は？お給料もいいし、完全週休2日制、残業もなしの超ホワイトな求人が入ったから。春日さんに紹介してあげよ。この参考書すっごく分かりやすかったから、春日さんにプレゼントしよう。そしてまた自習室で一緒に勉強なんかして。パワーも有効射程距離も大きく伸ばすことができた新型ボウガン、スミレスペシャル。春日さん喜んでくれっかな。あら、大海原資格学校の宮越さんとロマン製作所のスミレさん、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。ああ、そうっすね。私はここのバーに用があって。え、私もサバイバーに。へえ、偶然。私もここの春日さんに会いに。待て、話せばわかるって。だったらわかるように話してみなさいよ。どういうことなんですか、社長。ちょっと表で頭冷やそうか。うわっ、春日さん。ん？何かあったんですか？はあ、実は。へえ、春日さんの布団に女物のイヤリングですか。なんだか他の女の子とも随分なお楽しみをしていたみたいですね。いや、それは深いわけがだな。いや、さすがです、春日さん。浮気検定も一級を取られるなんて。あ、認定証が必要ですね。では、あなたの体に直接貼らせていただくので、ちょっと浮気脱いでいただけますか。この新作ボウガン、まだ試し打ちしたことなかったんだよね。ちょうどいい的見つけちゃった。あなたにぴったりの求人ご紹介しますね。エンマ大王との最終面接、頑張ってください。春日さんとのチャット楽しかったな。でももう二度と聞けなくなるなんて残念。
私一度やってみたかったんですよね、クーデターってやつを。さようなら春日社長。遺言があるなら聞いておくけど何かある？いや待ってくれ、落ち着け、誤解なんだ。女の敵には死あるのみ。かと思った。俺のおごりだ。よくわからねえが大変だったな。マスター、俺も昔ある組織の武装ヘリ相手に蜂の巣にされかけて、長い間生死の境をさまよっていたことがあってよ。だが幸運にもこうして生き延びることができた。人間のしぶとさと命の大事さってやつを学んだよ。そのことを忘れねえようにこのバーに名前をつけたんだ。サバイバーってな。だからおめえも強く生きろ。それで何があったんだよ。実は上の部屋でイヤリングが片方だけ出てきて、それで俺が女の敵だなんだと言われてこんなことに。あ？イヤリングってあれか？もしかして何か知ってるんすか？いや、去年の町内会クリスマスパーティーでプレゼント交換会をしたんだが、女物のイヤリングが当たっちまってな。使い道もねえしその辺に放っておいたんだが、そうか、あの部屋にあったのか。あの、それってつまり。すまん、なんか迷惑かけちまったな。そりゃねえぜマスター。イヤリングの件悪かったな。偉人町の町内会の連中に声かけて、春日は無関係だって伝えといたからよ。多分みんなの誤解は解けてると思うぜ。おお、マジか、助かるぜマスター。ごめんね一番、私が早とちりしたから。私もよく確認しないですみません。マスターのイヤリングだったなんて。何、いいってことよ。終わったことだし気にすんな。ん？でも他の女の子と春日さんは年頃な関係に。まあもういいじゃねえか。さあ先を急ごうぜ、俺らに立ち止まってる暇はないんだからな。うん？なんかあったのか。さあな。